始まりだから行こうよ、すぐに行こうよ。無理は誰よりも強引のない瞬間を君と一緒にね。真っ暗そうかもしれないけど僕は輝きたい。お目目を開いて、お目目を離せよ。まだまだまだ全身ピントが宇宙に全部の出会いのってことで、イエーイ。なんかフェスもっとやりました。行くよ、ウーリャオン、ウーリャオン、ウーリャオン、星から
優しくなる魔法を使える気がするの。仲良くなりたい、そういつも思ってるよ。涙隠して待つのはやめた。明日でっかいこと絶対にやるみてろ。奇跡、君を大切にたりね、したんですけど、はいね、皆さんちょっと風邪ひいたりしないか心配でもあるん
ですが、そんなの感じないくらい楽しんでる人、イエーイ、ありがとう、よかったよかった。でもね、いろんなことに関してさ、はい、終わり良ければって言うじゃん、はい、終わり悪かったらどうすんの、やだ、泣いちゃう、そう、なのでね、私たち次第なんですよ、このカフェって、そうですね、そうですよね、そうなんですね、そう、で、みんなと一緒にライブしたいじゃん、うちら、うん、そうだね、したよかったらね、私たちに負けないくらい今日楽しかったという気持ちをね、ステージにぶつけてくれたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、世界で一番綺麗な光景が、ほんまそれな、嬉しいね、うん、もしかしてここは今告知の時間、そうだよ、そうだよ、はい、なんと聞いてください、私たちバンドじゃないもん、はい、マックス仲良しは現在全国ツアー中です。はい、といってもあと残り2カ所なんですけど、3カ所なんですけど、あの札幌と小樽と、そしてツアーファイナルが10月29日に東京の国際フォーラムホール C というところで行われます。はい、あのぜひね、今日この仲良しフェスでみんなと仲良しになれたと思うので、10月29日またそこで会えたらすごく嬉しいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。みんな待ってまるよ。はい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 、というわけで、はい、ももこさん次は何が、え、私が言ってんの、間違えた間違えた間違えた、え、しおが言っていい、あ、いいよ、言っていいよ。仲良しフェスっていう名前をね、つけたなのじゃん、このフェスに、はい、しお、今日みんながどの会場にいても最善にいる人のピッピをずっといじってることなく、はい、全員がね、こっちを見てくれててすごく嬉しかったので、この仲良しフェスっていう名前をつけたから、はい、みんなが仲良くしてくれて嬉しいなと思って、はい、もし万が一、ね、喧嘩フェスとか、ね、バトルフェス天下一武道会フェス、ね、とか、それはそれで楽しそうやけど、ね、なんか絶妙に他人フェスとかね一番嫌ですね、結構嫌なんで、本当に仲良しフェスっていう、ね、名前でよかったなと思ってまる、はいはい、それね、ぜひね、皆さん今日来てくれてる皆さんも仲良くしてほしいんですけど、なんとこのステージに一緒に仲良くしてくれる仲間が来てくれます。あー、かわー、誰なのさ、呼んでみまる、じゃあ、はい、呼んじゃおー、いきまるよ、せーの、かりんちゃん、私、虹のコンキスタドール予科生の的の課人です。よろしくお願いします。イエーイ、カリンちゃん、お願いします。ありがとうございます。何の絵にしがあるかというと、はいはい、実はね、カリンちゃんがマンモンにね、あの振り付けをつけてくれた曲があるんですよね。で、今日はあのポンちゃんの位置に入ってやってくれるということで、なんと、なんと、しかも全部すごすぎるよね、めちゃくちゃスペシャルなステージをやりたいと思いまるけど、今日ね、ここに来てくれたかりんちゃんも、あとは会場にいるみんなも、それから配信で見ていてくれるみんなも、今ね、いわばバンドじゃないもんの最善にいてくれると言っても過言ではありません。皆さん、今バンモンの最善にいるぞという気持ちでこの曲を楽しんでいただけたら嬉しいなって思いまる。それでは聴いてください、こちら最前線。多分ギャラ48分の1ぐらいこっち向いてよ、爪の先ヘアメイクも見て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 、君の前ではちゃんとお部屋などしたくて、なのに君we'll be right back。
たりしたの。君の前ではちゃんと女の子したくて、なのに君は最低。
皿を今チョコレートで汚したい。メガネもえ、メガネもえ、メガネもえ、アクリルもえ、ショコララブラブ、とろけちゃうかもしれないほど大好き。その中でね、やっぱりいろんな生き方、なんか自分のさ、どんな風に生まれてもさ、それをね、お互いこんな違うみんなだけど全部認め合って、いろんなジャンルとか
いろんなシーンとか全部認めて愛して、そして愛をもらって、とっても幸せな世界を作っていこうと、そういうところがこの長年やってきて一番のうちらのメッセージだと思います、はい、次の曲ではね、そんな私たちが、ももこは個人的に自分で自分の人生についてね、こんなの嫌だって思っちゃう時もあったけど、今もねこうしてみんなの前で歌わせてもらってます。だからにはここにいる全員を私たちで肯定させてください。それでは聞いてください。人生それでいいのかい。OK、 いつも皆さんここからまだまだ盛り上がりました。全員こぶし上げろ。 Say yeah! Why? 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 めちゃけ役化粧された時もある。とちゃもたちゃもいないやつがいる。オーディションつまくった過去もある。でも人生は続くらしい。モテるカードにジョーカーなったって伺えちゃう素だやって。それしかなけりゃそれだけでも戦うきゃないか。命にスペアはないから、それでいいのかい。 He say yes, whoa, 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 whoa.
分を信じられなくなったら目くげそうパロボロテーション。僕が君の好きなとこ100個言うから、目くしんとこへどもたもた。明日地球が滅ぶとか、もし他に全てなくなったとき、キスやバーテーション最初に聞く役目だけ僕にちょうだい。その目で何が見たいの？カニだし、カニだし、カニだし、カニ。
願い様。微笑みくれた、二度と会えなくたっていい。君がいたから涙。平成不況、政治不信。リセットさえすやさいかった。ありがとうございます。よかった。
お茶を空いてるの。今度デート住んでるもんね。あ、いいな。成り立つのかわからんくらいの感じやけどね。俺が案内するよ。どこ？渋谷の街を。なんか良くないものに染められそう。そんなことないわ。はい、それではね、中フェス大成功。ありがとうございました。ありがとうございました、そしてね、もう一度、最後まで残ってくれた皆さんに拍手お願いします。ありがとう、ありがとうございました。ハワーセンキュー、センキュー、ありがとう、連行されてる。どういう動き？かわいい。かわいい。かわいい。はい。ということでね、うちらだけになっちゃったわよ。なっちゃったけれども。はい。はい、お水飲みな。乾くよね。水ね。潤し潤し。潤し。はい。うん、いや、初めてのサーキットイベントだったんですけれども。うん、何よりね、続けていきたいね。楽しいものは毎年やった方がいい、ね、やりましょう。来年の中フェスを楽しみに、それまで頑張って生きるぞみたいなフェスにしたいですよね。そうね、やりましょう。それではね、本当に本当に最後になりますが、はい、一言だけ言ってていいですか？言って、言って、はい、なんかさ、ここうちらさ、初めてバンモに入って立ったステージがここだったんだけど、グミカシオは。そっか、そこの2人がね。そんなね、思い出のステージで今日は主催の仲良しフェスを開催することができて、そして大成功することができて、本当にみんなのおかげです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。めでて。それでは、一人ずつ寄ってくんで、あ、一人ずつね、オッケー、ありがとう、ありがとう、グミでした。帰んない、帰んないで。最後にみんなで終わりにするから、じゃあ次みーちゃん一言あります？あ、一言ね、みーちゃんはね、あれだね、なんか私がさ、小さい頃はさ、ジュニッコでさ、アイドルになってないと思ってなかったんですけど、まさかポストアイドルとして活躍することができて、フェスまで作ることができて、人生何があるか分かんないかなと思うので、皆さんもね、何があるか分かんないなって希望を持って生きてください。ありがとうございました。ありがとう。はわー、しおりんです。皆さん今日はありがとうございます。イエーイ。台風も来て、一時はどうなることかと思ったなのけど、この中フェスでシオはたくさん夢が叶いました。みんなにここでね、会えたことも一つ夢が叶ってるなのし、今日ね、初めて出会えた人とも出会えたっていうことも一つ夢が叶ってもある。そしてね、コラボでたくさんステージにね、尊敬する出演者さんたちと立たせていただいて、本当に感無量という気持ちでここに立ってます。だけどね、もう一つ夢ができました。それはまた絶対にゆずぽんも一緒に中フェスを開催すること、そしてその時は皆さんまた会えますようにという気持ちで、これからもアイドル頑張っていきまるので、また会いに来てほしいなの。イエーイ。本当にありがとう。ありがとう。せっくん。はい、もちづきです。今日は本当に来ていただきありがとうございました。本物のね、足元のお姉の中という感じだったんですけれども、今回のね、このフェスに来たいとこう思っておもらえるようなアーティストさん、出演アーティストさんたちをこうやってね、呼べたのって、まあ、10年間続けてきたということもあるし、やっぱりね、みんなの力もあったかなと思います。本当にこんなにいっぱい集まってくれて嬉しかったです。中フェス2022っていうハッシュタグがあるんですけど、はいはい、皆さんぜひそれで感想もつぶやいてほしいですし、2022ってついてるってことは次を感じるよね。示唆されてる夢が、ね、もう分かっちゃったよね。分かっちゃったよね。ということでね、来年もどでかく開催できるように私たちまた頑張っていきますので、その時は絶対ここにいるみんな、このね、最後まで残ってくれたみんな、もう一番最初にチケットを買って来てください。ありがとうございました。うわー、ありがとう。
再しよう。じゃあガムテープで貼ってあげる。気をつけよう。貼るよ。貼っつけます。それでは最後の挨拶いきますかね。はい、以上、私たち、なりみ